的舐めてましたよ僕、うん、ぴったりなハマり役だった。めっちゃよかった。よかった。そうだよね。さかなクンと本当奇跡的なキャラクターだなってすごい思った。奇跡だよ奇跡。新しい感覚で映画見せてくれるっていうのもすごい嬉しいなっていう気持ちになった。なるほどね。映画魚の子が超傑作だった。よあー、そうなんだ。マジで正直舐めてますよ僕、うん、おもろいそう思ってるよね、うん、正直見てきて、うん、めっちゃ良かった。良かった。そうだよね。激良かった。激良いよね、うん、とりあえず今年一番いい、うん、いやそのレベルよ。最高だった、うん、ということでね、先日公開されました魚の子、あの魚くんのね自伝、魚くんの一行一会、毎日夢中な人生、うん、それを元にね魚くんのね半生を描いたようなね映画なんだけど、うん、まあ本田さん沖田秀一監督とかすごい好きだもんね。好きですね、うん、僕は横道洋之助が一番好き。あ、いいよな、うん、最高。あれ横道洋之助好きな人、うん、みんな好きなんじゃない。好きだと思う。なるほど、うん、リアリティがすごいあるじゃん。めっちゃ噛むじゃん喋ってる人が。うん、いや聞き取りづらいの今のってすげえいっぱいあるじゃん。あ、そういうのあるよね、うん、でも実際の人ってさ、うん、そんなみんなハキハキ喋ってないから確かにすごいリアルを感じてるの好きなんだよね、うん、でもなんとなくファンタジーな感じ漂うっていう、ね、そうだね、なんかね、うん、そこの不思議なバランスだよね、うん、それがもう本当にすげえ良かった。素晴らしいですよ、うん。まあまずどんなあらすじかというと、うん、主人公のミーボー、お魚のことばっかり考えてる小学生の。で、お魚毎日見て、毎日書いて、毎日食べてっていう日々を過ごしてるのね。うん、ね。で、その後高校生になって、で幼馴染、不良になってね、バイク乗って喧嘩してみたいなね、うん、日々を送ってるんだけど、うん、でもミーボーはね、相変わらずお魚さんに夢中で。いやー、かっこいいんだよな、うん、周りがさ、いろいろ変わってってんじゃん。うん、不良になったり、更生したり、変わってってんのに一人、うん、ずっともう。そうなんだよね。魚です、うん、みたいな、うん、そうなんだ、ね、あの釣りしてる後ろ姿めちゃくちゃかっこよかったな。あ、よかったよな。ということでね、この傑作魚のこの魅力をね大きく3つ伝えていきたいなって。おー、いいね、3つあるある。うん、いやいや俺今日見てきたからもうさ、あ、熱がすごいのよ。3つに強化するのおかしいから。いや俺3つだよな。3つに強化するのおかしいから、ね、ということで1つ目、変人だたきの不在。うん、ああ、なるほど。ということでですね。ああ、なるほど、いないんだ。そうなのよ。普通変わってる人描いてたらね、それをいじめる存在ってまあ出てくるじゃん。まあ、同性中必要だよね。必要だよね。ある意味、ツッコミとも取れるからね。まあまあ、そうだよね。しかもさ、不良なんて一番そんなひどいことする存在。決めんだよとか言って、ね、そうそうそう。そういう存在のはずなんだけど、そういう不良たちがみんなね、ミーボーに魅了されていくのよ。めっちゃよかったら、ほんと。そう。一緒に魚釣りしてね。そうなのよ。不良によってはね、ミーボーにも人生変えられちゃったりとか。あれ良かった。あれ最高なんだ。あれ良かった、マジで。笑っちゃった。あのシーン笑っちゃうよね、マジ。笑っちゃう。で、めちゃくちゃ最高なんだけどさ、すごい俺が心に残ってる場面があってさ、うん、ヤギラリアさんがね演じる幼馴染がね、彼女と高級フレンチみたいなところでデートしてる。あー最高、俺一番好きなシーンだ。あ、そうでしょ。彼女と高級フレンチみたいなところでデートしてんだけど、ミーボーも呼ぶのよ。うん、で、彼女から、ミーボーにね、今何されてるんですかって質問するの。うん、そしたら、今はまだお寿司屋さんっていうの、うん。今はまだってどういう意味って聞いたら、今後何になりたいの？そう。これからお魚博士になる。お魚博士になりたいから、ミーボーは。そう。って答えるのよ、うん。そしたらね、彼女が吹き出しちゃって、うん、ごめんなさい、ちょっとびっくりしちゃってっていうのね、うん、こんな大人で、うん、そんなこと言うなんてみたいな感じで、うん、で、その後ちょっと怒って帰っちゃうのよ、彼女が。次のシーンでね、そう、怒って帰って次のシーンで怒って、いやいや、なんか追っかけてんだよな、そう、あ、なんかしちゃったのかなっていう、あのジャンプ良かったななんだけど、その後の、うん、そのヤギラユウヤの表情がマジで変わるんだよ、うんうんうん、そのミーボーと話してる時、お魚の話聞いたりとかしてる時の、うん、本当にもう屈託のない笑顔ってこれじゃんっていう、うん、なるほどね、顔するのよ、なんか面白い友達をモテる嬉しさがにじみ出ちゃうっていうか、うん、何なんだろうね、うん、愛でもあるし、うん、まあちょっと見下してるってのもあると思うんだ、まあ、正直ね、そうだね、変なやつだなっていう見下しもあり、うん、尊敬ももちろんあるし、うん、そうなんだよ、でも大きな愛もありの、そうなんだよね、なんか顔をみんなするのよ、うん、そう、それがね、もう泣けて泣けてたまらんのよ。その不良たちもね、うん、みんなミーボーいじめたりとかはしないし、むしろその魚詳しいからリスペクトしてたりとか、うん、なんならもっとみんなにミーボーの存在を知ってほしいっていう思いで生きてたりするんだよね、うん、そうなんだよね、うん、そういうのすごいね、面白く描いてるなと思いましたね、まだまだありますから、この作品の魅力、はい、続いてゆるっと外れる固定観念。
うん、どういうことですか？どういうことかというとね、うん、まあ、この作品ね、高校生がずっとそんな魚に夢中になって普通じゃないよとかね、現実だったらまあ言われるかもしれないし、そういう描写もちょっと作品の中であったりするんだけど、うん、好きなんだからやってみなさいってね、うん、お母さんがずっと背中を押し続けるんだよね、お母さんがマジでね、そう、お母さん、井川遥さん、本庄真奈美さんとか飯島直子さんから続くね、癒やす系アイドルの系譜、そんな系譜があるな、ね、いやもうほんと、うん、そんなとこまで大丈夫ってとこまでね、許すんだよ、ね、うん、あ、そうなんだよね、うん、俺はちょっとなんならそこ止めればってちょっと思っちゃった、そうだね、思っちゃうと、うん、みんな思うと思う、うん、だけどやっぱ覚悟なんだよ、そうなんだよ、あれは、うん、素晴らしいですね。これ話戻るけど、さかなクンの半生を描いた作品なんだよね、うん、じゃあさかなクンの役誰にしようかって、映画化するにはだって多分一番最初の段階じゃん、うん、そこでノンさんにしましょうっていうね、確かに。そのキャスティングの第一段階からさ、うん、まあ、ジェンダーとかそういう固定観念っていうのにもとらわれてないっていうか、うん、確かにね。でもそれが強引なメッセージじゃなくて、うん、それがなんでかっていうと、もうこれノンさんしかいないでしょっていうぐらいぴったりなハマり役だった、うん、なんか最高だ、まあ、見てないけどそれをすごいなって思った、うん、このキャスティングは奇跡だよ、奇跡、うん、そう、奇跡なの、アマちゃんやってたことも含めてね、あ、確かに確かに、海のイメージがもうね、確かにしっくりくるから、そうかもね、うん、もう奇跡なんですよ、これは、なんかね、他の人にそう、なんか言われてもなんか自分の世界を貫くともまたちょっと違うんだよ、なんか鉄の意志でさ、お魚博士に絶対なってやるっていうんじゃなくて、うん、なんかそれしかもう見えてない人っていうナチュラルさ、ね、うんうん、カウンターじゃないっていう、うん、そう、カウンターとかじゃないのよ、本人が自然とそこにしか向けないっていうか、うん、そのナチュラルさがもう絶妙だったね、うん、だからね、この見てる序盤とかはあれ、これ女性だっけ男性なんだっけってなんかふと思ったりする時とかもあったりするんだけど、うん、なんか途中からはね、不思議とそんなんなんか全然気になんなくなるし、なるほどね、なんか忘れて見てるっていうかね、うん、そういうなんか新しい感覚で映画見せてくれるっていうのがすごい、うん、うわ、なんか嬉しいなっていう気持ちになった、ね、なるほどね、うん、のんなん食ったくない笑顔がやっぱりね、全部許されるっていうか、いや、そうだね、さかなクンがあれで陰湿だったらすっごい危ない人だからまあそうだよね、もう家で暗く魚の解剖ばっかりしてる人だったら、うん、ちょっと怖いじゃん、うん、うん、そうだよね、漁業業、そう、漁業業ってね、ちょっとビビってるってところが、確かにそうだ、さかなクンってほんと奇跡的なキャラクターだなってすごい思った、ノンを見て、確かにそうだな、実際さかなクンも出てくるんだよね、この映画、あ、そう、出てくるのよ、漁業おじさんって言ってね、そう、で、でもそれはなんかその監督のさ、インタビューで読んだんだけどさ、うん、テレビチャンピオンでさかなクンってこう世に出てきた人なんだけど、うん、だそういうきっかけがなかったらさ、もしかしたらちょっと変なおじさんとしてね、まあ確かにいたかもしれない、別の世界線も全然あった人だから、うん、でもそういう人って世の中に多分いっぱいいるし、そうだね、うん、街にはいるよね、そうそう、一町に一人はいるよ、一町でいるんだよね、やっぱり、あ、そっちの世界もあったかもなっていうさかなクンだったりするのよ、映画の中では、うん、それもちょっと面白かったね、うん、ということで最後のポイントです、好きを超えた愛の見せ方ということでね、熱い話、うん、やっぱりね、好きっていうのを維持することってすごい難しいことだよな、うんうん、まあみんなが経験したことあるよね、うん、いっぱいなくなってきたな、そうなんだよ、子供の頃から、うん、考えるとね、そういうのってさ、人生のいろんなところでさ、自分の将来、仕事、家族とかとさ天秤にかけたりとかね、うん、そういう場面がやっぱ人生っていろんなところであるんだけどさ、うん、でもミーボーの場合はね、魚のことしかやっぱりもう本当に興味がない、うん、だからこそその好きすぎてね、こだわりすぎてうまくいかなかったりとか、うん、そういうことがあるんだよ、でそれが例えばさ、なんか私じゃあ向いてないのかなとかっていう、なんかそういう感覚には陥らないっていうか、なんかもうそこはもう突き抜けちゃってるっていう風にね、うん、思うんだよね、お金稼ぐために変わろうとかは思わない、そうそう、そういう風には思わないよ、あれは結構羨ましかったな、そうだね、俺にはこんなものはねえなっていう、いやずっとね思ってた、うん、もうさかなクンの魚への愛ってすごいからね、そうなんだ。もうさっきも言ったけど、毎日食べるんだよ。なんか好きすぎて食べれないとかじゃないんだ。うん、あ、そうなんだって。この映画でもそうだったんだけど、うん、もう可愛い可愛い言ってるのよ、うん。タコ切っても、切って出てきたタコに、うん、タコさん可愛いねって言って。そうなんだよ、ちょっとサイコミ感じるぐらい。そうなんだよ。本当に愛してるからこそ、うん、逆にも全部食べないといけないっていうね。食べちゃいたいぐらい可愛いみたいなことじゃない。そうだよね。本当にそれを体現してる。愛してるとそこまで行くんだよね。本当にギリギリのところ、まあそうなんだよね、うん、そういう、まあ、人にねスポットライト当てるっていうかね、はい、うん、それがすごいもう、まあ、気持ちよかったし見てて、うん、そうだね、うん、羨ましいし、そう羨ましいしかっこいいしね、心配だし、そうだねだし愛くるしいっていうかね、なるほど、うん、
それでなんか、その周りの不良たちの目線と同じ立場で、ミーボーを見ることができたっていうかね、それを同じ気持ちにさせてくれたっていう。うん。すごい、だから、なんかあったかい気持ちが残ってんだよね、今も。見てから。余韻がすごい。すごいよな。本当にマジで。本当に良かったです、魚の子。よかった。俺もだって、隣のに座ってた人、覗き込んだらもう、すごい泣いて。本当に。本当にいい映画だったから。すごい。うん。ぜひ劇場に足を運んでみてください。かっこいいセリフ。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や SNS のフォローもぜひよろしくお願いいたします。最後に行けた釣りあるある。釣りに初めて行った時、うわぁ、お祭りだーって誰かが言ったら、なんでそんなめっちゃお祭りなんて最高そうじゃんって、なんでそんな最高そうなのに、この人そんなテンション低いんだろうって思いがち。レベル1だったなぁ。釣りあるあるレベル1でした。以上